覚えられるのに普通は覚えられないレアな技たち。磁場コイルのエレキネット。SV でコイルの遺伝技にエレキネットが追加されたのですが、エレキネットを自力で覚えられるポケモンがいないため、モノマネハーブを使っても遺伝できません。パルデア地方でエレキネットを使えるのは、あなたの目玉をエレキネットという挨拶をしている何でもしかいないと言われています。何でもとピクニックして横遺伝するしかない。まあ一応、星2のテラレードバトルで出現するコイルが、エレキネット習得済みだから、その子をゲットすればいいんだけどね。でもストーリークリア後は星3以上のレードしか出ないのでは？そうね。だからクリア後にエレキネットコイルが欲しくなった場合は、最初からやり直すしかないので気をつけましょう。ひどいわなんだ。次に、崖神の当選棒。崖神は普通当選棒は覚えませんが、主撃波後に再戦できる主個体は、なぜか当選棒を覚えています。主限定のレア技なんてあったのか。ってことは、他の主も珍しい技を覚えてたりするの？そうね。主個体のミミズズは、通常では覚えないレア技の頭突きを覚えているわ。いらない。ちなみに再戦時の主個体は二度と復活しないらしいので、ゲットせずに倒してしまった場合は、最初からやり直さないと入手できないので気をつけましょう。取り返しがつかない要素多くね。